どうも、うらさこです。さあ、今日は、はい、まあ、ジュニア君にね、以前出ていただいて、あ、すごかった、すごいコラボでしたね。そうね、結果として反響は大きかったと思うんです。ただ、コメント欄とかいろいろ見てて、はい、ほんで、ジュニアがまた自分のチャンネルで、その後のアフタートーク的なことで、はい、また喋ってくれてて、コラボってそういうもんなんやみたいなことをなんか反省してる感じのあれがあったんですけど、うん、ね、俺は楽しかったけどな。なんかね、みんなも言ってたよ、なんかピリピリしてたとかさ、はい、コメント欄で、はい、険悪やったとか仲が悪いのが分かったとかいっぱいあってんけど、うんうん、いや仲悪ないし、そうですね。だから動画内で仲良くはないとは言ってたよ。はい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 。その仲いいっていうのは、うん、もっと濃くよく普段遊んでたっていう意味の仲いいやから、はいはい、そうではない、めったに打ち上げとかでしか飲んだこともないしなみたいな、うんうんうん、たまたま偶然会うて飲んだとか、うん、そんなことしかないよなっていう意味で仲良くないって言ってるだけで、はい、別に揉めたことあんねんけどそれは嫌な揉め方じゃないからさ、建設的なことをお互い言い合って話が合わなかった時に揉めたっていうだけの話であって、うんうんうん、そうなんですよ。だから仲いいですよ、どっちかというと。芸人、いろんな芸人さんの中で含めての仲いい方の部類ですから、そこは、はい、だからでやたらとギスギスしてたとか、そうっすね、いやしてへんし、普通にカメラ外でも和やかな雰囲気で話してましたしね、普通に。そう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 、ギスギスの感じはなかったよね、それは現場感としても全くなかったですけどね。まあまあ、ジュニアが、まあ、どっちかっていうとその ぶっこんで何かを聞こうというくだりの時は、はいはいはい、まあ、まあ俺がちょっと答えにくいような話ももちろんあったから、そこはなんかそんな雰囲気 が出てしまったんか分からんけど、楽しかったけど、ただただ楽しく終わった気はしてたし、やっぱり今まであんまり宮迫さんこう攻めのトークの方ってあんまりいなかったじゃないですか、はいはい、でそれが結構、まあ、目新しかったのかなっていうのはあって、うん、そういうなんかひり、おーおーどうなるんだこれみたいな感覚はめちゃめちゃ現場でもありましたけど、うん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 、だからそれはそれでなんか新しいトークの形でめちゃめちゃ面白かったですけどね、うん、まあね。で、ジュニア言ってたんか、闇営業の時の後輩たち僕なんかに出してくださいっていうのも、はいはいはい、あってで、まあまあまあ、まあまあまあ、そこの話もあってんけど、もちろん結構早い段階でそういうオファーっていうのは、はい、いやまあ、その時はまあ正直なこと言うとちょっと絡める状態ではなかったので、うん、はいはいはい、なんで後々ねとか思いつつ、いや、何度かお電話もちょっとしたりとかして話はしてるんです、いろいろで、今はやめときましょうかみたいなこともいろいろあるんです。そこはちょっと皆まではちょっと言えないとこもあるんですけど、うん、なんでいずれそういう機会も出てくると思いますので、チームとしてもそういう企画やりたいと思えば、ね、ずっとね、そうありましたからね、動いてもいるし、そのね、入江君もそうやけども、うん、うん、いろいろその話はしてるんですけど、うん、どっかのタイミングも本当タイミングを見て、やっぱデリケートな部分ではあるので、タイミングを見てということで動いてはおりますので、はい、そこはご了承くださいという感じですけど、そうね、うん、またなんかでも喋りたいね、喋りたいというか、ジュニアのチャンネル見てると、車かわいいねんな。そうですね、フォードのクラシックの、かわいらしい車です。あいつ何気にやっぱセンスええのよね、あの辺の。ああ、なるほど。旧車芸人ってやってた時でも、うん、ね、やっぱかとこチョイスするなっていう車選んでたし、センスええの。あれめちゃめちゃ可愛いですね。せやね。あれドライブ。ドライブして、いや乗っけてもらって、でキャンプしたりとかしてるやんか。はいはいはい。いや一緒にキャンプしながら喋りたいわ。ああでもないこうでもない。楽しそう。うん。次だから喋る時は、はい、もっとなんか明るい話題とか、はいはい、柔らかな話題とか、まあ初めてやったんで、ね、あんな感じになったけど、そんなんを今度はしてみたいなとは思っておりますので、うん、皆さんその時はぜひまた見に来てください、はい、ね、だいぶね、コラボ月間でしたかね、2月3月そうなのよ、芸人さんの、うん、なんか一気にその辺が決まって、はい、ほんまそういうチャンネルなんちゃうかっていうぐらいそうなってましたけども、はい、いろいろ今後は考えてもいきたいですし、はい、対談以外もいろいろしていきたいですね。そうですね、そうね、芸人さんとやりたい。いや、キャンプはしたいのよ。あ、いい、したいです。キャンプは絶対にしたいから、慎吾が山買ったでしょ。はいはいはい、はい、
その山はちょっとね使わせてもらおうかと思って。おお、めっちゃいいっすね。ね、サバイバルゲームもしたいな。サバゲーね。いいっすね、サバゲーやってみたいです僕も。サバゲーなのか、うん、はい、スナイパーゲームなのか。スナイパーゲームですか。だからもう隠れんねん。はいはいはい、はい、ターゲットも包みやねん。包みがターゲットでのに放たれるわけ。はい、誰が何回包みを殺せるか。もうめっちゃ隠れてこん。あっ僕そんな用心なんですか。そんなもういや違う、用心とかでももうあのなんか漫画とかにある金持ちの道楽みたいなやつ。あ、そっち、あのそっち異世界あのアニメ、あ、漫画みたいなやつで、はいはいはい、のに放たれる、なんか、はい、もう奴隷としてのに放たれる、はい、ターゲットほら逃げろ逃げろって言って、そうそう昔のな、はい、で消されるべき偉人なのかと思ってた。そうじゃないです、ね、違う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 、のに放たれる人。でもそれ面白そうっすね。ちょっと面白そう。何回包みを殺せるかゲームですよ。なるほど、プスッてこんな話、包みカメラもやって、そうやばいっすね。楽しそう。面白そう。堤宮迫に一殺されるみたいだな。面白そう、面白そう。とかなんかね、山使ってなんかいろいろそんなことも考えていきたいと思いますので、はい、はいはい、またほんまにでもあの やりたいね、ジュニアと。そうですね、うん、うん、ぜひぜひまたお願いしますということで、はい、はい、以上でございます。はい、ございます。はい、まあそうか、でもそうやな、ね、何したら面白いんかな。あれね、ワードトークというか、はい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 、あの箱になんかいろんな、あートークテーマを入れといて、トークテーマ入れといて、引いたそのテーマの話を何かしてくださいっていうのはやりたいな。うわー、それ宮迫さん、ジュニアさんとかめちゃめちゃ面白そう。うん、分かるけど難易度高そうっすね。もう分かる、宇宙とか出てきますよね、はい、宇宙の話とか言いながら、ああ実はみたいなね、はい、絶対そのワードの話をせなあかんっていう、はい、あ、それは面白い、面白そう。乗り物とかっすよね。ああそうそうそう、乗り物幅広。幅広、せめて車か飛行機とかなんかしてほしいわ。食べ物とか、う、幅広、低い意味ほぼないから。そう見て、まあ、いや分からん、急にあのトマトって出てきたら、はい、どうすんのって話になってくる。確かにトマトの話とかなってくるやんか。まあそこはうんちくを語ってもいいし、何がしかその話をするみたいな、はいはい、あ、なるほどなるほど。あ、それ面白いな、それ。いろんな人とやりたいな。めちゃくちゃ腕が試されますねこれ、うん、確かに、うん、いいんじゃないでしょうか。そんなこともやりたい。はい、はい、以上で、それで行くんですか、裏迫の締めは。違う、最近会うてないなと思って。確かに、テオに会いたいなと思って。で、忙しいから。そうですね、はい、ありがとうございます。宮迫家長男よきか。